改めましてご機嫌の時間でございます。北海道地震の船岡駅の豚天井今日です。よろしくお願いいたします。今日は伊達はですね晴れております。昨日までずっとですね雨降ったり止んだりしてですね地面というかなんか嫌な天気でしたけども今日やっと晴れまして頭が物語ってますけど今日は久しぶりにバイクで行きましてですね最高の月火曜日ですね。今日から船岡薬局をやっておりますけども皆様のお住まいのと天気いかがですか。多分昨日は東京37度ということでしたけれどもまあ私も先週ですね月曜日は静岡におりましたけれども37度体感しましたけど熱風だね。全身ドライヤー俺は濡れたタオルになりたかったね。カラカラに変わりたかったなんて言ってましたけどもいかがお過ごしでしょうか。さてさてさて今日はですね月曜日ということになっておりますけど今日まず一つ今日珍しいものが出てきましてね今日ちょっとお片付けしたんですよ。お客さん来ないからこれ懐かしい。このうちはこれねそうですねこの文面が大丈夫だよって文面から言うとですね多分これは古い住所ですねで作っておりますけどもコロナコロスキちゃんが流行った頃の最初の時の夏だと思いますね。大丈夫だよと皆さんがすげえ不安に思ってましたね。あの頃ねなんだかコロナになったらね40万人が死ぬとかってバカな北大でしたっけ北大の教授がなんかその後北大から逃げてどっかに移っちゃいましたけども感染して40万人が死ぬとかアホなことを言った死ぬって言っちゃいけないんだね亡くなるとかいうことです言ってたバカな医者だか教授がおりましたけどねすげえ不安に陥ったじゃないですか。なんかねすごく毎日毎日テレビかけらね今毎日テレビかけたらオリンピックの話題やってますよね。私はオリンピック局いないんで興味ないから YouTube かけたりとかですねまあ危ないでかプライムなんかを見てますけども興味ないんで、はい、一応これ大丈夫だよ見えますか大丈夫だよ大丈夫だよと歌なかったですかね。当時ね不安にあったってことなんで皆さんちょうど夏で暑くてねもう本当にソーシャルディスタンスなんて時代でしたんでねあの頃はね窓を開けて換気してなんて言ってましたしね今度開けてみたいなやってましたね緑のおばさんの言ってましたけどね今回も再選しましたけどってことで大丈夫だよってことこのうちは作って大丈夫うちはこれをですね作りましてお客様の方にですね直送しまして大丈夫不安になったらすぐに連絡くださいね。はい連絡も来ました。結構懐かしいですね。昨日今日はですね暑くて参っちゃったか毒ガの話題で毒ガになっちゃったからどうしようみたいなですねご連絡がいただきますけどもまあなんかね先週から先々週ぐらいからもコロちゃんもまたね流行ってきてますんでまあなぜ北海道と沖縄がですねコロちゃんの数が急に少なくなってあんま流行ってないかっていう単純なんですけどもまず1点目北海道はですね2週間3週間ぐらい暑いは暑いんですけども北海道ってエアコンついてないお家が多いんでまず窓を開けます。換気がいいんですね。2つ目北海道は人口密度が低いので密にならないソーシャルディスタンス黙っててもソーシャルディスタンスで密にならないんでまず感染症がなりづらいということ。沖縄はどうかっていうと沖縄は暑いんですけれども沖縄の暑さっていうのはですね、まあ、湿度はあるけどそんなにジメッとうわっとしてないわけですね。で今年台風があんまり来てない沖縄ですのでどちらかというと晴れて暑いそうです。ということは窓を開けれる。これが台風が来てるなんかして風雨風が強いとですね窓閉めて雨戸閉めてってなんでしょうけど窓を開けますし沖縄の方ってざくばなおおらかな方多いからやっぱこの時期は外で飲むんだと思うんですよね。もう夕方8時くらいまで明るいですしね沖縄は南にありますからそうするとみんなお外でねオリオンビール飲んだなんだこう出してドアも開けとくじゃないですか。必然的に換気いいわけですよ。はいこれが本州なんかですとどこ行ってもね、まあ、やっぱり換気は悪いとかエアコンかけてガンガンかけてますしねいろんな影響もあると思うんですよ。そういうのもあってやっぱね沖縄と北海道が流行ってないまあこれからわからないですよ。昨日今日ですねこれから今日も30度くらいまで温度上がるでしょうし今週いっぱいずっと暑いってことですので来週もかけてですねとなるとどうなるかっていうとはい窓を閉めるエアコンかけるそうなると当然流行り出すということです。流行ってもビビらなくて大丈夫です。大丈夫だよですね。大丈夫ですよ。大丈夫なんです。大丈夫ですよ。煽られちゃダメでございます。煽るのはダメよ。煽るっても今日ね朝通勤でバイクで走ってたら、いや本当にね車のナンバーはね言わないけど車の車種も言わないけどトヨタのねワゴン系の車なんだけどズズじゃあジジとは言わないよジジよズズよズズ北海道弁でズズっていうの。じいさんのことズズって東北もズズって言うんだよ、ね、ちょっと生って言うんだけど
ジジイがさ、俺もジジイだけど、パッと入ってきやがって、一停止しないで脇道から、あの近くに銭湯 A ユランドが U ランドなんかあるんだけど、そこの近くの向かいから出てきやがって、くっそ、本当に跳ね飛ばされるとこでしたよ、本当危ないわ。僕直進だったんですけどね、直進で走ってんの横から出てきてですね、その後加速もしないわ、悪びれた様子もないわ。一応クラクション鳴らさないと100ゼロにならないんで、クラクション鳴らして、まあ、ブレーキかけたんですけれども、昨日ちょうど YouTube でですね、バイクはね、いくら頑張ったってぶつかりゃ死にますよとか怪我しますよってちょうど見てたんで、まあ逆らうことなく事前にですね察知してブレーキもかけたし、まあクラクションも鳴らしてですね回避したわけですけれども、本当にね、夏になるとおかしいやつ増えるわ。運転すんなお前本当にそういうやつは運転しないで免許返納しろって言いながらも、この街ではですね、やっぱタクシーの数も少ないからどうしても車を運転せざるもないんでしょうね。ということは、一時停止はちゃんとしなさい。一時停止の、ね、マークがなくたって T 字路っていうのはですね、必ず本線に入るときに一時停止しましょうよ。で、一時停止のちなみにですね、これ私のお客さんにって必ず最近は言うんです、外出てって言うんですけど、一時停止の定義、タイヤが止まる、タイヤが止まって確認する。ですから大体皆さん教習所で習ったと思います。僕もこの前までね、3、4年前に教習所行って大型バイクの免許取りに行ってきましたけども、その時やはりですね、大体がですね、バイクの場合は一時停止の場合は足がつかなきゃダメです。まあそういう時は左足なんですけども、左足がついてですね、右左見るわけですね。踏切なんかの交差点なんかもそうですけど、大体はそうすると3秒、1、2、3、だ3秒ルールってあるじゃないですか、物落ちてふっと食べるとき3秒ルールですよね。だから3秒です。で、警察の人はね、3秒って言いません。でも実際見てるときにはタイヤが止まって、車の場合ですよ、車の場合はタイヤが止まって3秒間、1、2、3、だから、ね、その時右見ようと左見ようと上見ようとあくびしようとうんこしよう、あうんこしない、あの平行こうと何しようと関係ないです。3秒間タイヤが止まってないと認めないんです。いいですか。はい、吉見さん分かりますか。3秒間止まんなきゃダメですよ、3秒間。はい、あー道が分からないで迷っても3秒間止まらなきゃいけないって、吉見さん分かりますかね。はい、誰と言いません、今ちょうど見てる方なんですけど、こんにちは、ね、この前ごめんね、本当に静岡までお越しいただいたのに、もうね、なんか特別なご招待状いただいてるので申し訳ございません。3秒間ですから、バイクの場合は足がついて3秒間、だからですね、踏切なんかで絶対と言ったほど汽車なんか電車なんか来ないんですよ。来るときはキンコンキンコン鳴るわけです。だけど止まらなきゃいけない、その時にはですね、あえて3秒間、皆さんいいですか、3秒で、前の車がもたくそしてても怒っちゃダメっていうのはですね、それが3秒ルールです。で、止まれのね、表示がないとこでも T 字路になってるとこで止まる習慣をつけないと、習慣ね、習慣をつけないと止まらなくなります。どうにも止まらない、山本リンダになっちゃいますんで、はい、噂を信じちゃいけないです。噂を信じちゃいけません。コロナは怖くない、あ、そういうことじゃなくて、噂を信じないいけないよ。本当ちゃんと止まってください。3秒間、お客さんに3秒止まってくださいねって言ってます。あともう一つですね、横断歩道のゼブラゾーンがあってですね、信号がないとかありますね、あそこに人が立ってる時は止まりましょう。結構警察見てますよ、あれ危険行為なんです。信号無視と一時停止しないってことと、ゼブラゾーンね、そこの部分で歩道の部分からこう出て、ゼブラゾーンが出てね、横断歩道のマークついてるところに、そこで横断歩道しかその、まあ、道路についてるところ、白いゼブラゾーンのところでですね、ちゃんと止まらないとダメなんです。人がいたら、人がいて渡るか渡らないか分からなくても止まらないと 100% 危険行為で捕まりますので、はい、そこなく気をつけてくださいね。まあ皆さん都会に住んでるから、ほとんどのところがですね、信号があっての横断歩道の歩道帯だからは大丈夫だと思うんですけれども、でも意外の住宅街のポロッとつったけどね、行くと信号ないとこありますんで、それとかね、いつもの通り人いないからブーッと走ってしまうとですね、徐行してないってことは危険と言われます。人を見たら止まると思ってください。警察がいようと言いまいとですね、あとバイクを見かけたらですね、バイクはね、かわいそうな存在なんでいじめないでください。僕はいじめられたんじゃない、向こうから出てきたんですか、横から思いっきり。危なかった、そこで俺死んでたらね、ああ亡くなってたら、ここで皆さんに会えなかった、その方が皆さん良かったのかと思いますけども、よろしくお願いします。で、今日はですね、この懐かしのこのうちわが出てきたということなんですけど、もっと懐かしいものが出てまいりまして、小出しで出そうかな。お客さんからですね、いただいた、もうこれね、今日健康と関係ないから、これメルカリとかさ、オークションで流したら高く売れると思う。北斗星、北斗星の個室のカードキー、
個室のカードキーですよ。すごいでしょこれ、個室のカードキーですよ。これが北斗星、寝台特急ね、津軽海峡線特急客、寝台客車、北斗星の、はい、でもう一つ、じゃんこれはですね、もう二つ二つ入れて、これだけ特急日本海、シャワーキー、このカードはシャワー室専用です。このカードで6分間シャワーが入れます。このカードいいでしょこれ。あとまだある、津軽海峡線特急寝台列車客車北斗星の個室カード、またこれすごいでしょ。これ出てきたの今日。あとこれ日本海、日本海特急日本海の個室カード、じゃじゃーん、ネットで出して流しちゃおうかな、売っちゃおうかな、そんなことはしませんけども、これですね、昔来てたお客様からですね、いただいたものが出てまいりまして、ちょっとお片付けすると意外なものが出てきます。こういうものとかこういうものとかですね。あともっと出てきました。はい、本題でございます。皆さん本題ですよ。はい、教えてコースの疑問。はい、教えてコースの疑問でございます。教えてコースの疑問ですよ。はい、教えてコースの疑問、このですね、大高コースのですね、まあこれはまあワイン瓶ですけど、ワイン瓶に入って大高コースですけども、このですねコースの疑問、はい、食材の酵素は体で吸収されますか？食材の酵素はどこに働くんですか？食材の酵素が直接体に入ることないですか？酵素飲料に酵素は含まれていますか？じゃあいつも言ってますけど、ね、ちゃんとこれ一つ分解明して読み上げちゃおうかなと、見て見なくても言えるんですけども、この酵素飲料にです、皆さん誤解してます。大高酵素にしても野草酵素にしていろんな酵素にしても酵素が入ってるんでしょうという誤解をしております。そういうことはございません。この中にはどこのメーカーさんもそうでしょうけども、発酵過程ではひょっとしたらですね、原材料由来の酵素はあったんでしょう。でもこちらの方を工場なりでですね、仕込んでいる間にその酵素が作り出した、あと酵母だとか有用菌が作り出した、いろんな菌が作り出したものが出来上がったのがこれが産物で、決してここに酵素は入ってません。はい、なんかね結構勘違いするんですよ。はい、酵素飲料と、ね、呼ばれることが多いんで、大高酵素なんかもそうですけども、酵素飲んでる、いや酵素飲んでるから、いやだから酵素は飲んだら微妙でしょ、酵素は飲んでる、いや酵素だから大高酵素が作ってる植物エキス発酵飲料を飲んでるって長いから言葉が、だからついつい社員のさんも皆さんも大高酵素飲んでますかと、大高酵素飲んできませんかとか、飲んでます大高酵素って言うんですけども、まあ少々です、あくまでね、うんうんうん、そういうことです。それがなんですけども、あとですね、よくですね質問であるのがですね、はい、食材の酵素、だから例えばですね、今グアバでもいいや、キウイ、君たちキウイ、パパイヤ、マンゴーだのキウイだとかですね、目の前でマグロをさばきましたと、で冷凍もしてません、生のまんまです。じゃあその食材にはですね、基本的には酵素入ってます、加熱してませんしね。ですから今マンゴーを食べました、パパイヤ食べました、キウイ食べました、生のですね、一回も冷凍してません、何もしてません、パカって割ってパカシャ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 食べたでしょ。じゃああとマグロ、目の前で大間のマグロが釣れました、目の前でさばいてくれます、一回も冷凍してません、食べました。確かにその段階ではその植物食物由来の酵素は取れるということにはなるんですけども、その酵素が直接体の中でですね、体の中の酵素に置き換わるかっていうと違うんですね。結構勘違いする薬屋さんが多いんですよ。私ども酵素扱ってるの仲間の方でもですね、こうだら例えばチラシなんかでも酵素を取りましょう、それは大高酵素の植物エキス発酵飲料飲みましょうだったら分かります、あなた酵素不足じゃないですかとか、酵素を取りましょう、酵素を取って元気になりましょうとかっていうですね、もうこれが薬用なのか何法なのか、景品表示法に触れるか微妙な部分であるんですけども、酵素を取って元気になるじゃなくって、あの体の中にあるその酵素こうなんちゅうかな、工場というか働く部分があるんですけども、そこの部分でまあ確かに体内に酵素はあるんですけど、酵素のいる酵素あるんですけども、そこの部分のまあ円、まあ、まあ表現で言えばガソリンかな、イメージで言えばその体の中のいろんなシステムの中で酵素どこをグググッと、代謝酵素何酵素ってあるんですけども、消化酵素もそうですけども、そこの部分のに働きかける酵素ではなくって、そこの部分を
上手にもっと回りよく、ですから今20キロくらいしか出ないですね、調子の悪いバイクが、原付バイク20キロしか出ません、調子悪いぞこのバイクっていう時にちょっといいガソリン入れてあげるとですね40キロ出るようになるとか、そういうイメージ。普段のガソリンだと20キロかしら、フケの悪いすっげえポロチーンもバイクでもうフケが悪くてポコ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 で20キロかしら出ないわけですよ。原付30まで出せんのに 50cc ならね、それが30まで出してない時にちょっとガソリン添加剤とかそこで入るものがまあこれだと思って、直接これ車には入れませんよ、そういうものが入るというのがまあであって、直接酵素を飲んでるとか直接ガソリンを飲んでるわけじゃなくって、体の中のカクカクカクって動くこのシステムの中のですね、そこに入り込んでいただいて上手に働いて、自分由来の酵素、代謝酵素が上がっているような酵素の部分がぐるぐり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 だとか、ぐるん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 回るようになるというようなイメージで思っていただければですねいいのかなと思うんですけども、ですから直接ですね食材に含まれるですね酵素タンパク質がですね何かしらとそれやばいです、むしろ異常反応を起こします、暴走します、そういうのも書いてます、ここね、この本には。まあね、ですからまあこの本は貴重な本なんですけれども、店頭にはですね置いておりますので見せることはできますけども、じゃあここのまあ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 見てる方に差し上げれるかというと、まあいろいろね、薬機法の問題はクリアはしてるものでありますけれども、いろいろと問題が生じますので店頭に来ていただいたらその部分を説明させていただきますので、まあ、あとはですね直接 LINE か何かでダイレクトメッセージか何かでですね直接電話みたいな形でいただければ直接お話して見せることはできますけども、まあね皆さんに差し上げるとかできないのかなと思いますけどね、まあそのうちちゃんと文章として皆さんのね見れる方にブログなり Facebook なりインスタの方であげようと思いますね、よろしくお願いいたします。書いてますよ、食生活によって酵素拡散量を教えてください、食べ物を取り入れてもエネルギーや栄養成分として利用されるまでには消化と吸収サイクルが不可欠です。そこですね、小腸小腸小腸ですね、はい、その時に重要な働きするのが酵素ですと。例えばご飯の消化にはアミラーゼという酵素があります。これはご飯の主成分のデンプンを分解する、そうですよね、これによってブドウ糖までいくという、このように私の体内で作られ胃や腸といった体の中で分泌される高確率タイプの消化酵素がなければエネルギーも栄養も摂取することができませんということなんです。でここでの消化酵素類の働きを少しでも助けてあげようかなという液体と思っていただければいいんじゃないでしょうかね、わかりますかね、直接酵素を飲んでるわけじゃございませんよということでございますので、まあ、こういう本ではですね、私もちゃんと勉強もしてますし手元にあるんですけれども、お店に来た場合にはご説明しますし、また何か質問ございましたらこちらの方にやっていただければなと思います、よろしくお願いします。さてさてさて、今日も暑いんでクロレラシャカシャカですね、クロレラとこれ入れてこうシャカシャカした中に、今日も渡辺オイスター、これ最近人気、先週すごくこのお客さんに好評でした。これから暑くなってね、バテる前に出た方がいいね、このね、ここのところに渡辺オイスターディーバードリンク、シャカシャカシャシャカシャカシャシャン、チャンチャカチャカチャカチャンチャンチャンチャカチャカチャン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 、はい、入れたね、入れました、最高よ、もうで、またシャカシャカします、シャカ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 したところにこれを飲んでみましょう、特許成分のディーバ入ってますからね、いただきます。ああ、うめえな、うめえな、うまい、月末最高で、ここに、はい、あー、また倒れちゃった、いやー、やめていい、ここに、よくあった蓋閉まってて、計玉粉ですよね、計玉粉いきます、うめ、チョコレートみたい、美味しいな、幸せ軽魚子、あなたのところに幸せを、軽魚子でございました。で船岡今日は18時まで営業しております、よろしくお願いします。今日は20分もたらたら話申し訳ございませんでした、また皆様いい一日でありますように、ではごきげんよう、プシュープシュープシュー
大高酵素に酵素は入っておりません。うん、大丈夫だよ。